はい。こんにちは。うわぁ、ありです。はい。ちょっと前に、えっ、ー、と、エクスペリア1のですね、大特価セールというお話をですね、させていただいたんですけども、またですね、どうやら、セールが始まったようなので、ちょっとお話をしていこうと思っています。えっ、ー、と、実際にはですね、ソフトバンク版なので、そこら辺はご了承いただいて、 チェックしてもらいたいなというふうに思うんですけども、イオシスにて、はい、エクスペリア1。あの、これ、パープルのみがですね、あの、値引きされています。もともとがですね、まあ、コメントでもね、たびたびこのイオシスのものの価格のお話が出てたんですけど、はい、この価格がですね、49,800円でエクスペリア1のシムロック解除済みが出てたというところなんですけど、今回、 エクスペリア1のこのパープルのみ、さらに5000円値下げということで、44,800円で売りに出されてるというところです。はい。繰り返しになりますけども、これはあのシムロック解除済みではありますけども、ソフトバンク版でかつパープルのみです。えっと、現状ですね、この動画を撮っているのが、えー、今日が何日 え、土曜日23日のえっと1時前なんですけど、この時点で400、何台だ ?421 台、まだあります。もしかしたらこの動画を撮る頃にはさらにね、減っていて、100台、200台ぐらいになっちゃってるかもしれないですけども、一応ですね、44,800円でエクスペリア1を手に入れられるチャンスということで、 まあ、俺はたびたび、エクスペリア1のですね、あの、ネガティブなことをお話ししてますけども、それでも、この価格だったら手に入れたいよっていう方もね、中にはいらっしゃると思うので、チェックしてみてください。一応、あの、概要欄に、えっ、ー、と、URL の携帯おきますから、そのまま飛んじゃってください。もうこの後の動画を見なくていい。もう飛んじゃってください。<laughs> まあ、あの、み、もちろん未使用品で、 あるし、あとは税込みですよ。この44,800円でも税込みです。ここに税が足されるっていうわけではないので、とりあえずですね、この EOSIS のページに飛んでチェックをしてみて、良さそうだなと思ったらですね、買っちゃうっていうのも手なのかなというふうに思います。はい。っていうところとですよ、まあ、今回、あの、ワンマーク2がソフトバンクから出なかったじゃないですか。まあ、とはいえ、まあ、Y モバイルからは10マーク2が出るってことなんですけども、 こういうことなんでしょうね。えー、だから、去年の仕切り直しのエクスペリア1を、まあ、ソフトバンクもね、まあそこそこの台数を仕入れていたけども、やっぱり、実際にさ、ほら、18年と19年の、その、エクスペリア全体での販売台数も半分になったっていうところからもそうですけど、ソフトバンクはそもそもでね、iPhone ユーザーが多いっていうことも、 もちろんありますし、だから、言うほどやっぱ売れなかったと。うん、それも、あの、なんだろうな、そんなまあ売れないだろうというふうに見越しながら多分やってると思うんですよね、ソフトバンクのことなんで。だって iPhone ユーザーの量っていうのは、ね、他のキャリアに比べてっていうのをね、認識してますし、やっていて、で、まあ過去歴代ね、エクスペリアも取り扱ってはいますから、 そういうところでは、まあでも、と言うてもこれぐらいは売れるんじゃないですかっていうところでやったんだけども、売れなかったということなんでしょうね。うん。この、だって、2ヶ月、3ヶ月の間にこうやってソフトバンクのシムロック解除版がこんなに、ね、半額以下の価格で出てくるっていうのは、そうなんだろうね。<laughs> 本当に。 うんだから、まあ、いろいろとね、いや、もう、あれなんですけど、何度も言ってるからあれなんですけどね、あの,あのスペックで出したんだったら出したんで、あれなんで、もうやりきるしかなかったのに、多分、プロモーションの部分でちょっと失敗してる部分があったと思うんですよね。あとは不具合か。不具合もちょっと連発しちゃったんで、もちろん、その、こういうお話をすると、 あの僕は私はあの、えー、エクスペリア1は不具合何もないっすよみたいなことがなされるんですけども、うん、あのそのそ人によって出る出ないっていうのはもちろんあってというより人によって出る出ないっていう不具合の方が致命的だよっていうところなんでみんながみんな出るんだったらすすの簡単なんですよねもう分かりきってるんで、うん、ログもポーンと取っちゃえば自分たちのさその ソニーだったらソニー、またはソフトバンクだったらソフトバンクの方で持っているスマートフォンでも、その起きている事象っていうのは速攻で確認できて、ああ、ここはダメだった、直さなきゃってわかるんだけど、お客さんによってランダムに起きてるっていうことがなってくると、自分たちの方でもそれを再現するところがまずなかなか難しいから、直しようにもっていうところになってきちゃうんだよね。 ああそういうのをちょっと大きすぎちゃった部分はあるかなっていうふうには思いますよ。うーんまあ、ここら辺はもうね、エクスペリア1は去年の端末なので、まあこれからは1マークー、ソフトバンクでは出ないですけども、それが今後、実際に出てきたときに、去年のような不具合うん。せっかくね、なんかその、T スターをつけたりとかして、まあかっこよさっていうのは増してきたりとか、 してきてるし、うーん、やることはやるっていう感じで、まあいろいろとまたプロモーションにもね、力を入れ始めてますから、そういう問題が起きないようにね、ちょっと願うばかりでありますし、あとはもうエクスペリアプロですよね。時々俺お話として出しますけど、エクスペリアプロの話が全く聞こえてこないんで、そろそろソニーさん自分たちで広げてくださいよと、俺なんか思ってるんですけども、ね。 エクスペリアプロ。ちょっと、もうちょっとさ、なんかプロモーション力入れてくんねえかなって。いろいろ知りたいけどねっていうね、思うじゃないですか。うん、だって、なんやかんや、まああのエクスペリアはマーク2も買って、エクスペリアプロも買うっていう方ももちろんいるとは思うんですけど、でもその発表のところにはエクスペリアプロがあったわけだから、 なくなくとりあえずこのワンマックツアースルーしようかなって考えてる人もいると思うんですよ。もちろんどのキャリアから出るとか、どういうことになるか全くわかってないからあれなんだけど。でも、ね、か、奥さんを説得できないからさ。そんなこの短いシーズンの間に、ね、10万円のスマートフォンポンポン買うなんて。だからとりあえずこれはる人こうかなっていう方もいると思うんでね。そういう方たちも、やっぱりその、 ソニーファンのその、ね、ファン、ファン年齢層というかね、ファン層ってそういう人たちが結構多いと思いますから、ね、そういう人たちのためにも、ちょっとこのエクスペリアプロ、まあ、実際に発売するのがいつかっていうのはまだ言えないくともね、エクスペリアプロの魅力をですね、どんどん発信するっていう、なんかソニーのさ、そのツイッターアカウントを使ってもいいじゃないですか、なんかどんどんやってほしいよね。 そこら辺はもうちょっと貪欲にやってほしいなって思うんですけど。うん、まあ単純に俺がエクスペリアプロについてもっと知りたいになってるだけなんですけどね。<laughs> っていうところでですね、エクスペリア1、ソフトバンク版のシムロック解除済みのものがですね、EOSIS にてパープルのみ5000円値引きで販売されましたと。はい。えっ、ー、と、黒白も 扱ってますけど、そっちはあの、49,800円かなはい。っていうところです。え、あのー、パープルのみ44,800円。いうことなんで、皆さん、この価格だったら買ってもいいよっていう方、ぜひぜひね、えー、アクセスして、ちょっと。まあ、っちる前にもう一回悩むのかなあ,あ、本当にお、俺はここのタイミングでエクスプヤア1を買ってもいいのか ね、あの、スペックは劣るけども、テンマーク2にしといた方がいいんじゃないかと。ね、同じぐらいの価格ですから。うん、そっちでね、もう一度悩むこともあるかもしれないけどね。うん、ぜひともその悩む時間を楽しみに変えてね、とりあえず EO シスのページに飛んでみてはどうかなというふうに思います。こんなに俺 EO シスのページに飛んだらって進めときながら、俺 EO シスからです、ね。何も言われてないんでね。<laughs> これ言われてたらね、 ね、お金をもらってプロモーションしてますっていうのは、俺、俺にとってもいいことなんですけど、俺にとっては何もないですよ。はい。なので、もう、なんだ、もうボランティア精神で、エクスペリア1の不況に努めているというところであります <laughs> ネガティブな話をしつつ、ね、これ安く手に入れられるということに関しては、パッと言うとね、なんたる配信行為かと。 いうところでありますけども。はい。皆さん、あの、自分のお財布と相談しながら、ね、エクスペリア1、シムロック解除版、悩んでみてはいかがでしょうか。ということで、また見てな。バイバイ。